アン、SPS-39 は、アメリカ合衆国のヒューズ社が開発した、艦載用3次元レーダー。アン、SPS-26 を元にした、量産機であり、アメリカ海軍が初めて艦隊に配備した3次元レーダーでも、あった。後に、改良型のアン、SPS-52 に発展した。第二次世界大戦直後より、3次元レーダーと呼ばれる、 新しい原理のレーダーの開発が開始された。まず多重ビーム式の案、SPS-2 が開発されたものの、機構が複雑すぎたために試作のみに終わった。その後、画期的な電子操作方式として、ヒューズ社のやる牛によって、周波数操作と呼ばれる方式が開発された。これは、発射電波の周波数を変えることで電波の位相を変え、電波ビームを試行するものであった。 これを受けて、垂直方向の操作には、フレスケン方式、水平方向の操作には、アンテナの旋回による、機械式を採用した、実験機として、アン、SPS-26 が試作された。これは1953年より、陸上試験、1957年8月より、ノーフォークにおいて、洋上試験が開始された。そして、信頼性を向上した、実用機として、 1960年1月より海軍への引き渡しが開始されたのが本機である。アンテナとしては、アン、SPS-26 と同様の縦長のシリンドリカルパラボラアンテナを利用している。ただしアン、SPS-26 では電子的に安定化されていたのに対し、アン、SPS-39 では速打カレーダーから流用した機械的安定化機構が導入されている。 また後には MTI 技術も採用されている。平均故障間隔は1960年から1962年にかけての試験の際にはわずか14.2時間であったが、後の改良によってシリーズ3の場合、サンプソン搭載機では43.2時間、ガルベストン搭載機では67.4時間とされていた。後に海軍戦術情報システムとのインターフェースを 導入した案、SPS-42、さらに改良された案、SPS-52 が開発された。なお、1963年より配備された案、SPS-39 シリーズ3では、アン、SPS-52 と同型のプレーナー例、アンテナが採用され、このために、外見上では、アン、SPS-52 と区別できなくなっている。 シリーズ3では、下記の3つの動作モードが存在した。本機の搭載艦の多くは、後にシリーズ3ないし、アン、SPS-42、52へ更新している。アメリカ海軍、オーストラリア海軍、ドイツ海軍、フランス海軍、イタリア海軍、海上自衛隊、オランダ海軍、ありがとうございます。